みなさんこんにちは、ACK のあすかです。エマです。ゆみしです。お願いします。今日は、3人の企画なんですけど、ドンキで爆買いしてきました。事務所で使えるものとか4人で使えるアイテムをたくさん買ったので、1つずつ紹介していきたいと思います。それではゴー。最初は美容系のアイテムを購入したので、そちらを紹介していきます。一つ目がかわいい、かわいいやつです。ドンキで買いたいなってみんなで言ってたアイテムなんですけど、じゃん、じゃん、頭につけるヘアバンドを購入しました。かわいい、めっちゃさ種類いろいろあったかな。はい、めっちゃありました。ミッフィーとかわいい、かわいいです。最初はなんかこの茶色のスヌーピーと耳がアンディって書いてます。え、あ、仲間アンディや。認知ですか、アンチ。アンチ。アンチ。アンディ。こっちが好きな犬の有名なアンちゃん。あ、はい。このこから来てるね。え、そうなんですか。そうなんですか。そう。似てますでも。よかったら押してください。私の推しワンちゃん。なんか知ってた。アンディよ。え、スヌーピーですか、この子。この子スヌーピー。スヌーピー。あ、じゃあアンディとミッフィー。つけてみる。はい、あかねちゃん、あかね、あかねミッフィー好きやね。じゃあ私が、じゃあ私とアンディ、アンディ、私はアンディでミッフィーをつけてみましょう。なんかごついです。なんかお化けに見えます。お化けの声が、これどうやってつけるんだろう。これなんか多分全員あげよな。なるほど。なんか違うな。あすかさん前髪ちょっと出した方がいいですか。私も1本、あ、ちょっと1本いるやつも1本。ほらほら、ゆひしたこさん、ゆひしたこさん、あすかさん。じゃあこれをつけて紹介していきましょう。マジ1本で1本出てます。これが1200円ぐらいだった。フリーサイズです。嬉しい、ゲット。続きまして、じゃん、バーティル、アスカさんの私物購入、ティルティルです。なんかさ、サイズがめっちゃ小さいサイズ。このサイズなんか持ち運びにカバンちっちゃい時とかいいなと思って。これがアスカさんので、これが通常のティルティルです。半分ぐらいです、うん、確かにミニバッグの時とかめっちゃいいよな。いいですね。買ってみました。次がマウスウォッシュです。これはなんか事務所とかで置いといたらさ、みんなご飯食べた後とかに使えるかなと思って買いました。これなんか良さそう。良さそうです。しかもあの小分けにされてるので、みんなね使いやすいかなと思って買ってみました。次もあすかさんが気になって購入してくれた商品なんですけど、鹿のパックです。これも多分ね結構有名なやつで、4個ずつ買ったんでみんなね使ってみようと思って。日用品を紹介していこうと思います。まずは事務所で使うキッチンペーパー。これは料理したりするので普通にいるなって買いました。なんかまな板を、木のものを買いました。なんか小さいのしかなかったので、そう使えるかなと思って大きいまな板を購入しました。みんなでたこ焼きしたいなってなって、たこパ用に本格的なさ、このお店とかのたこ焼き皿と竹串と、これだからマヨネーズをシューってできるものを購入しました。あー、早くしたいですね。たこパ早くやりたいですね、うん、え、あとはなんか匂い系、匂い系とかスプレー系を買ったんですけど、こちらがランドリーのクラシックフローラルの香り。まあ事務所ワンちゃんとかもねおるから匂いがあれなんで、そう、この匂いのやつと、これユニシが前紹介してたこれイロカのなんか衣類用のリフレッシュミスト、シワ取りやったりとか香り付けもするし消臭とかもできるものです。ネイキッドリリーの香りで、似た感じでエマールのリフレッシュミスト、これもサンプルのお洋服とか撮影に使う洋服とかで毎回洗えないんで、その時に洗わない服のシワとか匂いに使えるものを購入しました。最後じゃーん、
る。あー、映画 YouTube の名前付けて、そうそうそう、なんじゃもんじゃゲーム、めっちゃおもろいですね。なんかいろんなこういう怨念、エイリアンみたいな、で自分らで名前付けて、はい、出た時に言うやつ。そう、めっちゃ有名やで。覚えたかですか、自分。あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、ジョンがいるんですよ、こうやって。で、こうなんか順番に出していって、例えばこれ出た時にアシナガマンって私がつけるやんか、はい、なら次これ出た時にアシナガマンって言って、はい、あの取れるっていう。スイカ坊やそう、スイカ坊や、スイカ坊やとか、ハナビックマンハナビックマン順番につけてやるっていう、普通になんかみんなでやりたいなと思って、なんじゃもんじゃゲームのカードを買いました。こちらで使用品の紹介は終わりです。続いて食料品に行きたいと思います。待ってました。イエーイ。まずどうしようかな。これからこちらフルダクポッポミョンやったかなのカルボナーラ味、ユニストアスカさんが食べたくて購入しました。前食べてな、辛いけどめっちゃ美味しくて、また食べたくて買いました。はい、私はこちらを購入しました。これ前食べてめっちゃ美味しかったんで買いました。なんか見た目よりさ、そこまで辛くなかったよな。はい、はい、こっちの方が辛かった、美味しかったです。食べたい。こちらがヤンニョムチキンセットで、今度 YouTube で韓国料理企画を撮りたいなと思ったので購入しました。めっちゃ簡単に作れちゃいます。めっちゃドンキさ、韓国エリアみたいな、韓国食品コーナーみたいなのめっちゃあって、はい、お菓子とか食品とかいっぱいあるので、おいしそう。じゃーん、ロゼトッポッキー、めっちゃおいしそう。おいしそう、トッポッキー大好きです。これはこれと、じゃーん、こちらがアスカさんが韓国のお土産で購入してくださって、おいしかったから、めっちゃおいしかった、バナナのやつ売ってたので購入しました。わー、おいしー。これも韓国の企画でキンパを作ろうと思ってこちら購入しました。キンパのり、こちらもですね、料理企画のためにタムちゃんとコチュジャン。はい、最後がこちら。こちらも買いました。うん、買った。遅いです。これも美味しいやつで、美味しいやつ、みんなで食べるように購入しました。はい、韓国料理は以上です。あ、これは韓国食、あ、ボンボン、頑張れた、ボンボン、ボンボン、これが気づいたら4本買ったんですけど2本しか食べた。誰飲んだの、どこ行きました、どこ行きました、どんな人、誰飲んだの、こちらの動画見て挙手制で出てきてください。コメントお願いします。どんな人コメントお願いします。楽しみ、韓国パーティー、はい、食べたいですね。はい、こんな感じで紹介が終わりました。韓国に行かなくても韓国のものが本気で買えるんで、めっちゃいいなと思いました。これでみんなで韓国パーティーをしましょう。こんな感じで、こちらの動画がいいなと思ったら、いいね、チャンネル登録、コメント、グラデーサイン、お願いします。それでは、また次の動画で。